皆さんこんにちは、武田塾の高田です。アーノです。今回のテーマは高1から受験勉強スタートで京都大学は余裕というテーマでお送りしたいなと思ってます、はい、高校1年生の皆さん、受験勉強始めてますか？僕もね、武田塾のいろんな教室行くと高校1年生のことね、話すこと多いんですけど、志望校どこなのって聞くとね、マーチとかね、地元の地方国公立ね、言ってる子いるんですけど、おいおいおいと本気でそこ行きたいならいいよと、自分で可能性を捨てていないかと。マーチの子なら、いや早慶行けるなら早慶行きたいでしょと、地元の国公立の子なら旧帝行けるなら旧帝行きたいでしょと、医学部行きたいなら医学部行きたいでしょと、じゃあそこ目指そうぜって話をよくするんですよ、はい、受験相談でもよくあるんですよね、うん、高1高2生で、うん、特に多いのが、まあ、マーチ志望です、はい、目指すきっかけがあって目指すのはいいと思うんですけど、うん、その理由を聞いてみると、うん、自分なんてどれだけ頑張っても、うん、やっぱり一番上を目指すのはちょっと難しいと、はい、例えば東大京大なんて無理ですし、はい、まあ、私立だったとしてもやっぱり早慶は自分とは違う世界だって思い込んじゃってる子が本当に多い、うん、そこで言いたいのは、高1から始めれば京都大学は余裕だってねこの話を今日聞いてもらえたら、はい、あ確かにっていう風に動画の最後にはなってるかもしれない。僕はですね、高1の時に武田塾の勉強法と出会いました。最終的に高校3年生の時に京都大学に合格することができました。ただ順風満帆にこの高田が進んだかというとそうではないです。で、普通の受験生だったらばもっと楽勝で京大行けたんじゃないかなっていう風に思ったりもするので、まずね、はい、僕がちょっとね天才と思ってる人いませんかと。ちょ、やばいんですか、やばいやばい。僕のことね、みんなもしかしたら天才と思ってるかもしれない。誰も思ってないわ思ってないですか？だったらいいんですけど、うん、天才じゃないですと、ちゃんと証明しましょう、はい、まず、高校1年生の1月にセンター試験同日受験というのを僕は受けました、うん、2校上のね高3の先輩が受けたやつと同じものを高1の段階で解いてみると、うん、多少、まあ、武田塾の参考書を今かじってて受けましたと、センター英語、共通テストより全然簡単です。200点中95点しか取れなくて、全然読み終わらない。大問2個分読み終わらない、うん、大問6個あったんですけど読んで終了しました。時間切れっつって、みたいな。当時受験生ブログを書いてたんですよ、京大目指すブログみたいなね。センター試験200点中95点でしたって書いたら、なんと2チャンネルにさらされて大炎上京大行けるわけねえだろっつって、京大志望で恥ずかしいやつおったみたいなコメントがわんさか来て、はい、そんな夢持って頑張ってる受験生、 そんなことあるんですね。2チャンネルの餌食になっちゃうぐらい成績が壊滅状態、うん、センター試験の数学も100点中17点、あもう何にも分かんないちんぷんかんぷんっていう状態だったんですよ。まずスタートラインが、うん、普通の高1だなみたいな、天才じゃないでしょ、うんうん、本当そうですね。東大京大志望はやっぱ英語160点とかね、うん、まあ、数学でも70、80当たり前みたいな、うん、それがまあ普通やったんですよ。高田天才説はまず崩れたと、うんうん、ここでまず1個希望持ってたんじゃないでしょうかそのぐらいのスタートラインだったら全然目指せそうですよね、はい、そうなんです、そうなんです、うん、なんならなんか僕より全然優秀じゃんみたいな高1の子がね、志望校全然低かったりとかもするから、うん、まあ、ちょっと思うんですよね、はい、通ってた高校が兵庫県立明石北高校というね、学年に京大が1人いるかいないかです、うん、まあ、ちょっとたまたま理系に強い学校やったりして、うん、で文系のね京大とか東大の合格者は40年間出てません、うん、もうそういうレベルの学校にまず行ってましたと、はい、この私高田は最初の参考書に大苦戦しました。ネクステージですね、うん、僕がやったのは、うん、英文法ネクステージをやったんですけど、どのぐらいで終わらせたと思います高田君は？長くても3ヶ月では終わらせてほしい参考書ですね。1年かかりましたやってないじゃないですか。まあまあそうなんですよ、うん、高校1年生の多分夏に、うん、安コーチの英語を初めから丁寧にっていう大岩的な参考書をやって、それはすんなりいったんですけど、じゃあ次ネクステージやるぞと思ってこうやっていくと、なんか8章とか10章とか進んだあたりでなんかやばい1章の時勢忘れてるみたいな感じでこう戻って、でまた8章の比較とか言って、うわなんかまた忘れてる気がするなって戻って、やってやらない日が続いたりとかね、 2日やって2日サボるみたいな感じで、あとまあ英語と数学2教科勉強してたんですけど、今日は英語の日、明日数学の日みたいな感じで、教科によってもなんか進んだり進まなかったりで停滞の時期が続くと、はい、高1の夏から高2の、まあ、夏前ぐらいまで約1年間ネクステージに大苦戦。長かったですね。長いすごいね、それで受かってくんですね。そうだそうなんです。あとは、まあ、できないエピソードで言うと、うん、やっぱり勉強の仕方がクソ下手クソでしたね、うん、脳復習勉強法っていうのを僕は提唱してて、うん、まあ、たまに話すんですけど、武田塾の勉強皆さん知ってますか？4日進んで2日復習、1週間で3回やるっていう勉強のサイクルがあるんですよ。
これめっちゃ大事っすよね、はい、僕はでもね武田塾チャンネルこれ見てたんですよ、同じようにみんなと同じ立場、うんうん、で見てて2日間復習ってことは進まないってことかと、止まるってことかと、これ効率悪いんじゃないかみたいなだって4日間進んで、うん、例えばね10問で1週間で40問でしょ、うん、で2日間復習でこの40問を2回やると、うん、で1週間で3回やるから身につくんだみたいな話を武田塾の先生はしてたんですけど、はい、いやちょっと待てよと、40問よりも例えば 6日間進んだら60問いけんじゃんと、うん、で間違えた問題とかもその場でなんか直したらいけるでしょみたいなって思って復習をしなかったんですよ。で間違えた問題もほったらかしにしてました。赤ペンで写してそれで分かったつもりになってた。で復習もしない。そしたら参考書は早く終わるんですよ。基礎問題成功とかも結構早く終わっちゃいました。なんだけど模試とかね定期テストになると、うわ基礎問でやった気がするぞみたいな、やった気がするのは分かるんだけど解き方が出てこないみたいな、こういう現象に陥ってました。これも高2の頃の話です。失敗する勉強法を見事に全部やってってる、ね、全部やってます。それであやべえなと、復習の重要性に気づいて4日進んで2日復習が改めて大事だって気づいて、そこから守っていくんですよ。そうすると、まあ、高2の夏頃にはなんとかセンター試験の数学でも取れてきたかなっていう感じですね。高2の秋に闇の3ヶ月勉強しない時期っていうのができるんですよ。僕は人生初めての彼女ができるんです、うん、あら僕兵庫県の淡路島から1時間かけて明石の高校に通ってて、僕海側じゃないですか、淡路島なんで。彼女はね、山側なんですよ。三木とかそっちの小野町とかそっちの方なんですよ。わかります？わかんない1時間かけて山の方に彼女を送って持ち上げ喋ろうとかね、そうそうそうとか話してね、もうダラダラしちゃうの。でもうなんだかんだもう帰るよっつって、でまた1時間以上かけて淡路島で家帰ってきますと。で友達とかね塾の実習室とか行って勉強して頑張ってたんだけど、僕はもう彼女を送ってで淡路島帰っての繰り返し、毎日が3ヶ月、こんな停滞期を迎えて成績もダダ下がり、これでも受かりましたから。落ちる受験生の典型パターンネクストに1年かかっちゃってるっていうのもやばいですし、はいはい、でその後にさらに3ヶ月の停滞期、はい、1年と3ヶ月無駄にしてるってことです、はい、しかもスタートも低かったと、はい、受かる受験生とは思えないですね。思えないですね。よかったなと思ったのは、うん、受験のスタートがやっぱ早かったから、やっぱ高3から始めてもやっぱ最初何かしら絶対失敗すると思うんですよ。でも高1から始めることによって最初いろんな失敗を経験してそれを乗り越えて一気に最後加速することができた。あともう一つはやっぱ武田塾の勉強法と早めに出会ってたので、その参考書ルートがっていうのがあって、京大受かるまでにこれやればいいんだと、それがかなりもう明確になってたんで、それじゃあ順番に仕上げていくぞっていう形で正しい勉強法を知って以降はスムーズにクリアできた。これがまあ合格の要因なんじゃないかなと思ってます。勉強をみんな始めるってなると最も効率のいい勉強法で勉強を進めたいって思うんですけど、うんうん、正しい勉強法を知ったばかりで、うん、それを 100% 実践するって結構難しくて、必要な無駄ってやっぱりね生じちゃうと思うんですよね、うん、まあ1年っていうね、はい、かなり長い期間投資したんですけど、はい、犠牲しましたよ、うん、でもやっぱそれがあったからこそ、そこからのね最後の挽回の時の効率のいい勉強につながっていったんですよね。最後はやっぱ武田塾の勉強すごいなと思って、うん、もう1時間目から7時間目までもう内職しまくったんです。もう学校の授業を聞いてても絶対遅いし、そもそも学校から京大受かってないんだから、うん、学校の真似したって仕方ないと、うん、もうこの武田塾の勉強しかないと信じて自学自習を最後は極めました、うん、で30冊以上参考書を完璧にして入試会場行ったら点数が取れたと、うん、僕まあ3年ぐらい武田塾の勉強法をやりましたけど、凝縮すると多分ね半分ぐらいにギュギュギュッとなると思うんですよ。超スーパー受験生なら1年半で全然本当にゼロからでも京大受かるんじゃないかなと思ってます、うん、京大合格余裕だよって言ったのは、僕がこんだけ失敗しながらでも受かったから、僕の話聞いて、あ、高かったやべえなと思ったでしょ。普通にやってたら受かるんだよと、いうことを高1生には特に声を大にしていたいですね。正直ね、はい、今の高田先生の話聞いてたら、はい、高2で武田塾に来てくれたら、うん、もう本当ね難関大受からせられるんですよ、うん、間違いないですね、うん、なんでぜひ皆さんねこの勉強法を信じて できるだけ早くスタートを切ってほしいなと思います。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。